こんにちは。今日はですね、シリコン洗車の様子を、最初に動画にしました。前日の午後にですね、シリコンをロブ付け、にしましてですね、その翌日朝、午前中ですね、余分なシリコンを取りたいと思いまして、この動画を撮ってます。屋根なんか触ると、半日でもですね、ちょっとね、ほこりが溜まっています。やっぱり風土性ですね。それよりも何よりも、この虫がですね、この辺たくさんいてですね、まあ、この時期、虫がたくさんついてます。まあ、その辺をですね、洗い流しながら、シリコンもですね、余分なものを取っていきたいと、今日は思います。まず、全体に水を、流します。まあ、シャワー状の水でですね、濡らしまして、ボディ全体を濡らしまして、まあ、屋根の方から順番に、水を、拭いながら、ほこりも拭いながら、シリコンをこう塗り伸ばしていくような感じにしたいと思います。まあ先ほど触った感じでも、砂がザラザラっていうよりも本当に空中に浮遊しているような、ホコリがサラサラパラパラっとついてる感じですので、まあ、それをシリコーンがついてる 上の部分をこう、拭い落とすような感じでこのショップタオルの方に、水を吸い取っていくっていう感じで塗り伸ばしていきます。まあ、拭い取った部分は、シリコーンが伸びて反射がきれいになっています。まあ、部分的にやっていく方がいいと思いますので、次はボンネットをもう一回水を、シャワー状に流してですね、まあ、それを水分を拭き取りながらシリコーンも伸ばすという感じですね。これで余った余分なシリコーンは、こう平滑化されるっていうんですかね、それでは今度はドアの方ですね、ちょっとこれを強めに、巻いてますが、ね、このドアの下の方はやっぱりシリコーンがですね、流れて溜まってる感じで、虫がね、結構いっぱいついてました。で、その虫を、ちょっと吹き飛ばすんで、強めに、当てました。水を当てましたが、あんまり強くね、全部やっちゃうと、せっかくついたシリコーンが全部、落ちちゃいますので、適度にやります。で、同じように、シリコーン、ドアのサイドの部分を塗り伸ばします。やっぱりルーフとかね、ボンネットに比べてドアの部分は垂直ですから、シリコーンが結構、落ちやすいですね、まあよくつくように、塗り伸ばします。はい、左側のドアもみんなやってですね、今度は後ろの、そうですね、バックドアの、この下もですね、やっぱり虫がたくさんついてました。やっぱりシリコンが溜まっちゃうんですね。で、それを、洗い落として、また拭いていきます。やっぱり、後ろの方は風がこう、巻き込む感じで、汚れもですね、結構つきやすくて、溜まりやすいですよね。ですから、バックドアのウィンドウですね。あそこはやっぱりホコリが溜まりやすいですよね。ですから、シリコーンもそれに反応して、こう虹色にですね、シリコーンが、やっぱり最後まで残ります。ガラス部分もですね、まあ、このまま
拭き取りをしていきます。まあこんな感じでガラス以外のところは大体こうやって拭き取って丁寧に伸ばしていくという感じです。でそのまま、水をですねガラスの部分にも当てて、特に洗剤等を使わずにですね、ついているシリコンを、伸ばしていく感じでガラスの部分も拭いていってます。その結果ちょっとねムラとかあれば、それを、なんか洗剤内で落としてもいいと思いますが、シリコンが塗布されているとですね、そんなこともなく、きれいにですね拭き取れます。はい、ほぼ、ボディの方は拭き終わりました。それでカウル部分とかねワイパーの黒いところですね、非塗装面ですね、ここがですねシリコンを、塗るとですね綺麗に輝きます。こういう白っぽい車ですので黒いところが、目立つとですね引き締まった感じになりますので、ここも丁寧に、磨きます。水分を取るということですね。はい、バックドアのね内側も忘れずにちょっとね、シリコンの、流れでですね余りがここに流れ込んでますのでその辺も拭き取ってあげると、綺麗になります。はい、だいたい終わりました。非常にルーフの上も反射がよくされてます。本日の上も、木です。グレーですからねあまりこう仏壇ブラックみたいにわからないですけれども、気持ちよく反射しています。それでですね今度のフロントのウィンドウですけれども、いろいろシリコン流れたりなんかしてますので、ちょっとやっぱりね、汚れをそのシリコンを拭うためにX1 をウィンドウズでまず汚れを落とします。これは VW6 ライフさん の発明品ですけれども、それから、汚れ取った後にこの激泡ガラスクリーナーですね、これで、仕上げですね。これボンネットじゃなくて塗装部分にかからないように注意と書いてあるので、注意して激泡ガラスクリーナーで最後磨くとですね、これコーティングの撥水のコーティングのなんか効果もあるみたいで塗っとくとですねいいみたいです。はい、これでウォータースポットなんかもきれいに取れます。こんな感じですね。非常によく反射して中もすっきり透けて見えてます。はい、全体的にガラスのように、きれいに反射してます。明るい太陽の光の反射見てもウォータースポットがないですよね。ちょっと吹きムラみたいなのちょっとありますけれども、これ内側のそうですね。はい、こんな感じです。すっきりしました。こうやってシリコンのムラがある場合、さっき言った X1 for Windows と、激泡ガラスクリーナーでですね、それを、取ってあげると、適量なシリコンでよく透き通り滑りも良くなると思います。はい、これで
ドブ漬け翌日の、水洗い洗車ですね、一応終わりました。こんな感じですっきりきれいになりました。この後ろのウィンドウズの部分だけはね、ムラが残ってますが、これはね あまり私気にしていません。まあ後ろであまり、見ることがないんで、まあいいパワーですから、ルームミラーもカメラで撮ったルームミラー出てますので、あんまり見ることないんですよね。で、あそこはですね、ホコリどうしてもついて、シリコンがつくとああやってムラが残ります。で、毎回、まあ撮ってもいいんですけれども、まあ、シリコンそのまま置いといて、また水で、その上っ面を汚れがついた分、水で落とすという感じにしています。はい、前日、シリコーンのドブ漬けをしまして、翌日朝、水でそのシリコーンの仕上げを、するという動画をお送りしました。